はい、どうもアルテマンでございます。本日は11月に登場するスペシャルスカウトモンスターのレビューをしていきたいと思います。で、本日の生放送で登場するスペシャルチーム、スペシャル スカウトモンスターを使用したチームが公開されていますので、まあ、これね、忘れずに、まあ、報酬もね、非常に豪華なものになってますので、ね、この力の足りは本当に今足りないんです。本当に足りないんでね、この3つ非常にありがたいです、ね。まあ、忘れずに戦っておきましょう。ということで、これなんですが、まず1体目、炎の精霊さんですね。炎の精霊さんはですね、まあ、エレメント系になってまして、まあ、待望というか、まあ、エレメント系には、なんか純正アタッカーの、ユニットいなかったんですけど、まあ、炎の精霊の登場によってね、まあ、ようやくというところですね。まあ、ステータスの方はですね、まあ、力もわりかし高めになっていて、で、まあ、ちょっと身の守りは若干低いのかなという気はするんですが、まあ、素早さが、まあ、181になっているので、まあ、あの、カンダタですね、カンダタやアルゴングレートを追い抜くことができますという状態ですね。で、スキルなんですけれども、これ見ていきますと、これレベル6にですね、ピンチに炎の導きっていうのがありまして、これ、いいんですよね。味方のヒットポイントが 20% 未満になったとき、これ、いずれかなんですね。自分だけじゃないんですよね。だから、誰かがピンチになったら、まあ、倍賞とインテがかかって、チャージタイム 20% 溜まりますよ、というところなので、まあ、これのスキルにはですね、なんか猛炎の烈装がついてるんですが、これチャージタイム重くて使えないんじゃないって思ったんですけど、まあ、ピンチスキルをね、こう、念頭に置くのであれば、ああ、まあ、わりかしありなのかっていうね、感じはしますよね。で、その上で、ね、倍死なら倍死でね、まあ、インテならインテ、まあ、これ呪文揃ってもありますから、それが乗った状態でね、こう、反撃できるというのは、まあ、強みなんじゃないでしょうか。で、あとはレベル15。これ、熱き戦い。ですが、これ単価時 30% なんで、まあ割かし出るんじゃないですかね。で、まあ、魔物スキルの CT10% 貯めて、倍賞がさらにかかるよということと、まあそれか、まあ、攻撃呪文の CT を 15% 貯めて、まあインテかかるよっていう感じなので、まあどっちなんだよっていうね、ところはあるかもしれないですね。で、この熱き戦いが、まあ、魔物スキルをね、CT10% 貯めるって書いてあるんで、まあ、魔物スキル何っていう話なんですが、まあ、炎の連撃っていうことで、まあ、メラ属性のね、160%×3 と、で、16秒っていう形になるんで、なんか、これは対策が立てづらいですよね。30% で、ね、倍しかインテがかかって、どれがさ、どれの、ど、何の攻撃から先に飛んでくるんだよっていうね。ちょっとこう、読みにくい、対策が取りづらいモンスターになってくるのかな、というところですよね。だから、どっちが対応してもいいように、こう、ね、スキルをセットしなきゃいけないのかなっていう、ちょっとこう、まあ、アタッカーなんですけど、テクニカルなね、使い方が要求されてくるんでしょうか。はい。で、続いて、バルザックさんですね。バルザックさんなんですが、まあ、強さはね、こんな感じでして、まあ、若干、炎の精霊と比べると、まあ、力は低めと。ただ、素早さ183なんですよね、獣でね。だからまあ、カンダタよりも速いし、まあ、土偶戦士とかね、と一緒に、一緒の素早さだったかな。っていう感じですね。だからまあ、これもまあ、速いよね、というところと、まあ、あとはまあ、身の守りもね、若干あれなんですが、これですね、物理ガード、物理ダメージ軽減ついてるんで、まあ、こう、スペック、見た目的にはですね、ちょっと、もう、最終容器でワンパンなんじゃないのっていう感じはするんですけど、まあ、そこそこ硬いのかなという気はしますよね。で、魔物スキルなんですが、これね、まあ、戦闘開始時に、この倍死とね、スカラがかかってくるんで、まあ最終奥義、まあ獣系によくある最終奥義でワンパンっていうね、ことはまあ、ないのかなと。まあコンボとかが重なるとね、ちょっと、その限りではないのかもしれませんが、で、まああと力任せの一撃ですね、まあ、会心が出ますよと。で、あとは、時々不意の攻撃。
これ単回比 10% で守るスキルの CT70% 貯めて攻撃特殊技の CT30% 貯めますよというところがあるんですが、え、 70% 貯まんのと、すごくない？で 70% では無常なる一撃で 500% なんで、これもね、あの炎の精霊と同じくこうランダムで攻撃がいつ飛んでくるか分かんないっていうね、そんなまたねトリッキーというかね、なんというかそんなこうランダム性のあるユニットという形ですね。まあ、威力自体もね 500% なんで、でしかもね、あの他の攻撃特技のシートも溜まってくれるんで、でこれがまあハンマーなんですよね。だからまあこれついてるように、まあ、希望の一撃ここだったらね、ポンポンとこう連続して攻撃が飛んでくると、ね、無常なる一撃、希望の一撃、遊戯の一撃、ね、互換的には正反対ですけどね。で最後これね、一番一押し、本当にね俺これしかないと思いました。これミミック、これね、まずステータスの方からね見てみますと、はい、力高いです、ね、で素早さ178で、178はね、スラリンガルとかかな、スラリンガルとかキャプテンクローとかあの辺と一緒なんですよね。ということはまあ並べて使っていくことにまあ支障がないと、ね、この辺とか、まあ、この辺とか、ね、なので、まあ、使いやすくなってるというところが1点と、もう1点が、俺これ本当にこの開発の人すげえなって思ったのが1個ありまして、これ魔物スキルなんですよ。で、魔物スキル何がすごいって、これね、まず、これね、原作のミミックのポイントを完全に再現してるんですよね。これね、やばいと思った。で、最初、前情報でミミックが出てきて、あ、なんでイケメンザラキじゃないのとかね、そんな風に思ってたんですが、ね、まずね、冒険者の皆さんね、これね、いきなり赤く光る宝箱。これね、何のことかわかりますよね。インパスですよね、インパス。インパスでね、宝箱をさ、調べるでしょ。ね、人食い箱だったらどうしよう、ミミックだったらどうしよう、つってさ。でね、開けてね、痛恨の一撃食らったりね、それこそザラキ食らったり、あるいはね、チゾットへの山道でね、マホトラ食らってね、グランバニアに下山できなくなりましたということがあったわけですよね。それをね、まず再現してると。で、効果が敵みたいに混乱と、まあ、ヘナトスですね。がかかりますよと。で、成功率 60% ですよと。で、これ、何がやばいって、トラップボックスさんは、いきなりトラップ、なんか攻撃力全体にね、ヘナツスかけるんですけど、これ 45% なんですけど、これね、60% なんですよ。やばいですよね。で、トラップボックス並べたら、この、大半のブザリアタッカーがね、もし、攻撃力ダウン耐性がね、ついてない人がこれを食らった場合はね、まさしくバルザックさんなんかはやばいですよね。せっかくね、強力な攻撃があるにもかかわらずヘナトスが2段入っちゃうと、もうそれだけで置物なわけですよね。っていうことでやばいと。で、物質系にあるような物理ダメージ軽減がめっちゃ入ってますよと。で、あとはこのからかう宝箱、これなんじゃというところなんですが、これ通常攻撃ヒット時に 50% の確率でチャージタイムマイナス15秒とします。しかもこれね、攻撃、通常攻撃が当たった人じゃなくて、なんか誰かっていう風になってるんですよ。だからちょっとこれはね、自分で使ってみて挙動を見てみないとわからないんですけど、で CT15% も貯めますよと。で、しかも敵のね、チャージタイム 15% 引きますよと。これ、なんか、想像できますよね。マホトラですよね、これ。ね。こう来たかと。ね。ミミックといえばね、ザラキ、マホトラ、メラニですよ。ね。まあ、シリーズによっては、痛恨の一撃とかね、そういうのをやってくるときもありますけど、これ、マホトラを星ドラでは再現多分できないでしょっていうところで、
ここで持ってきたのかっていうね、本当に驚愕ですよ。これよく考えたなって思いました。本当にこれはやばい。で、あとはね、あの補助特技のコツもついてるし、あと素早さダウンガードもね、これ耐性がありますというところで、これがね、素早さダウンガードついてるのは本当に大きい。まあ、ちょっと転びとかね、あの眠りにはねちょっと耐性ないんですけれども、まあ、それをね補って余りある性能ですよね。だからこれ今個人的にちょっと注目してるのはこの系統ボーナスを注目してるんですけれども、まあ、トラップボックスとね2人並べて使ってこう物理アタッカー、ね、ダミにする攻撃とかね、そんなのもありなんじゃないでしょうか。で、まあ、得意武器、まあ、つけられる武器っていうのが、まあ、これ、ムチですね。だから、ムチなんで、まあ、ムチ自体は、あんまり強いスキルってないんですけど、ここもね、まあ、極流打ちつけて、とかっていうね、感じになってくるんでしょうかね。で、あと、驚きの一撃ですね。驚きの一撃が、まあ、16秒で、まあ、420% で 75% コンバインド。なので、まあ、自分でね、このデバフ、状態異常にも、ね、することができるというところがあります。まあ、さすがにね、あの、ザラキをね、つけるわけにはいかなかったんでしょうね。まあ、ね。まあまあまあ、そんなこんなで、まあ、これね、魔物スキルを見たときに、いや、これはすごいと思いましたね。でちゃんとね、ドラケーシリーズやってなかったら、こんなスキルの名前にならないでしょ。いきなり赤く光る宝箱ってさ、なんのこっちゃって思いますよね。いや、ほんとにね、これはもう一目惚れですね。これはほんとに素晴らしい。というところで、もうこのすごいミニックさんたちをね、ちょっとね、戦ってみましょう。このチームはスキルレベルがねマックスじゃないんで危ないね。これでね攻撃力がねダウンしたらやばいわけです。あ、寝ますね。まあ、こういうねその、まあ、やっぱりアルゴングレードさんとかねそういうのが言うといいところは、ね、見せられないのかなという気がしますね。そんなパーティーを編成してしまってあれなんですけど、そういうところでもう本当にこの11月のスペシャルモンスターもうミミックで決まりですね。本当にこのミミックはね、まあ、コインがね300枚ないので、メダルですね、メダルが300枚ないので、バルザックさんが一番最後になるんですかね。というところでございます。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをどうかよろしくお願いいたします。それではまた。